走するマッドダイヤルが吹き出した霧とティーチが放つ闇とが融合し、黒ひげ連合のティーチ、モリア、エネル、そして赤犬とキザルが率いる海兵たちをも飲み込んで消し去ってしまう。しかし数日を経た頃、彼らは再びその姿を現した。ティーチら黒ひげ連合の者たちと赤犬、キザルらが率いる海軍の海兵たちは凶暴性をむき出しにして各地を無差別に攻撃し始め、世の人々を恐怖と絶望に陥れる。白ひげ海賊団は自分たちの領海だけでも守ろうと奮闘を続け、ガープやスモーカーも残った海兵をかき集めて治安を守るため各地を奔走する。麦わらの一味やローも敵を追って戦い続けたが、次々と現れる新手の敵勢は全く衰える気配を見せず、情勢は悪化するばかりだった。クソ、倒しても倒してもキリがねえ。黒ひげはどこ行ったんだ。あいつさえぶっ倒せば。いや、そう簡単にはいかねえだろう。前の戦闘で黒ひげはコントロールダイヤルを失っている。今の状況を黒ひげだけで制御できているとは思えねえ。一番の問題は敵の兵力が一向に減らねえことだ。そのことだが、どうも敵は今も兵力を増やし続けているらしい。なんだと。だがマッドダイヤルは前の戦闘で全て破裂したはずじゃねえのか。もしマッドダイヤルを新たに調達してるとすれば説明はつく。なるほどな。だがどこから調達してるんだ。ダイヤルだから空島じゃねえか。ああ、それが一番自然な考え方だな。マッドダイヤルの供給さえ止められれば敵の兵力を減らしていける。行ってみようじゃねえか、空島によ。集積地があるはずよ。見つけて全部壊さなきゃ。ブル、敵の守りが厚い場所が3カ所調べるとすればそこからか。確かに怪しい。調べてみてんな。怪しい場所を手分けして調べるぞ。私は本拠地を守ってやる。別に敵が怖いわけじゃねえからな。ロケット、
所はこの辺りだが、とにかく調べてみるかい。今が好機、本拠地を襲え。しまった、不敬か。前衛は先に行きなさい。後ろにいる人だけで本拠地を守るのよ。ここが怪しいと思ったんだが、少し探してみようか。この辺りは見当たらんの。
怪しい場所には到着したようね。そこにダイヤルはナッシブルなの？危ねえ、危ねえ。閉じ込められたみてえだよ。いあっさり罠にかかった。ここには何もないわ。やってしまえ。敵本拠地を落としてしまえ。頼むぞ。くそ、敵もバカじゃねえらしい。俺はこっちから前衛の援護に向かう。あっちか、閉じ込められた奴らを助けに。外科医トラファルガーロー、逃げやしねえよ。来ねえのか。
ねえよい。覚悟しろ。これくらいで俺を止められると思うなよ。後悔するぞ。
ここは立ち入り禁止なのよ。消えてもらうよ。光で雷の力を増幅させてるんでね。いやはははは、雷と光の共演だ。とくと味わっていけ。面白いものを見せてあげるよ。どうだい。こっちは私に任せろ。ふん、他の奴らは後で始末してやる。まず貴様からさばいてやろう。ダメだわ。
この縄張りは制圧した。ちょっと休ませてもらうよ。じゃあもう一回行くよ。雷ってのも大したことないね。
おい、正白。覚悟しろ。ちょっと休ませてもらうよ。じゃあもう一回行くよ。これでマッドダイヤルの供給は立てた。あとは親玉の連中を倒すだけってわけだ。おかしいね。わしはなんで空島に。正気に戻ったんなら職務を全うしてくれ。黒ひげのバカがダイヤルを暴走させたおかげで世界はめちゃくちゃになっちまってるんだ。ほう、この私が正気を失っていたのはあの男の仕業か。神をも恐れぬ将棋を到底許すことはできん。償わせねばならんな。ならお前も来りゃい。決戦の日はそう遠くねえはずだ。小僧、ティーチたちの本拠が割れたぜ。本当か？どこにいるんだ？パンクハザードだ。モリアやマグマ小僧もいるらしい。事の始まりもパンクハザードだった。因縁の場所ね。親父、ルフィ、いよいよだな。ああ、次の一戦で全てを終わらせてやる。
エース、集められるだけの戦力を集めろ。準備ができ次第、出るぞ。ナミ、俺たちも戦闘準備だ。うん、わかった。小僧、この一戦に負けりゃもうおめえらの時代は来ねえと思えよ。こんなに仲間がいるんだ、負けねえよ。そうだな、負けるわけはねえ。俺たちでイカれた時代に引導を渡してやろうじゃねえか。うん、行くぞ。